ハイサイ大輔さんです。実はね、僕今から2時間後に手術控えてて、この目の下のクマ、これがね、だんだん年を追うごとにひどくなってて、僕今31なんですけど、まあちょっと医者に相談しに行ったんですよ。このクマ消せないかなって。なんかね、レーザーとかで簡単に消せるのかなと思ってたんですけど、意外とちゃんとした手術が必要みたいで、手術をすることになりました。アンチエイジングっていう意味合いで、まあ需要あるのかなと思って、経過をね、Vlog 方式でちょっと配信したいなと思っております。僕がね、体を張ってちょっとやっていきたいと思います。ちゃんまりさん、うん、今から俺手術なんだ、うん、怖いよ。大丈夫よ。ありがとう。手術の前日から激しい運動とかアルコールとか一切禁止で、数時間前からちょっとご飯も食べちゃダメっていうことなんで、今めちゃくちゃ腹減ってるんですけど、腹が減ってるのと緊張とで頭がおかしくなる。じゃあちゃんまりさん、うん、送迎よろしくお願いします。任された。じゃあちゃんまりさん、運転よろしく。はい、いってらっしゃい。じゃあね、頑張って。イケメンそうになって帰ってくるね。楽しみにしてる。じゃあね、ありがとう。到着。あ、こんにちは、先生、中本と申します。はい、とりあえず個室に招いていただきまして、どうも、こんにちは、ご無沙汰してます。はい、よろしくお願いします。いきなり始まっちゃいます。湘南美容クリニック那覇院の院長の中村です。中村先生、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、この辺りですね、目の下の膨らみ、目袋っていうんですが、涙袋の下にですね、もう一つ涙袋があるように、ちょっと見えました。脂肪の膨らみが出るのと同時に、その下がくぼみが出てくるんですね。なるほど。これでやはり段差ができて、影ができてしまう。その影がですね、ちょっと目が疲れてるとか、寝不足じゃないかなとか、はい、見える原因の一つになりますので、今日はですね、この目の膨らみをですね、手術で取っていって、はい、でなおかつその下のくぼみのところに脂肪を入れるというような手術をやっていこうかなと思いますので。ということですよ。はい、じゃあよろしくお願いします。じゃあ今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。一度目を回るよろしくお願いします。さあ、ということでね、今カウンセリングが済みまして、まず洗顔をするみたいですね。ありがとうございます。さあ、ということで洗顔完了しまして、今からですね、あちらの待合室に行っていきたいと思います。これがパンティーらしいですね。で、これがポンチョみたいな感じになっているということで、胸のところで止めてってことだったんで、ちょっとこれに着替えていきたいと思います。恥ずかしいけど、まあいいや。あとね、用意されてたショーツはなんか履いたことない布面積でした。とりあえずですね、毛深すぎるということで、まずこれでシェービングしてくれということでした。手術本体よりも手術前の方がメンタルやられるね。じゃあこの3つのパートに脂肪が分かれてますので、はい、内側と真ん中ですね、この2つから今回取っていこうかなと思います。今回脂肪を入れる範囲としては大体この範囲ですね。で、まあ、ちょっと少しこの中心にですね、センター寄りに重心を持っていった方がバランスが良くなりますので、はい、まあ、外側の方が少しボリュームダウンしている方もいらっしゃるんですね。で、そういう方はもうちょっと下の方まで入れたりしますけれども、はい、そうすると結構顔の輪郭が変わりますので、まあ、これぐらいにさせていただけたらいいかなと思います。わかりました。はい、よろしいですかね。はい、こんな感じです。ここの部分に今から脂肪を入れていくみたいですね。あー、恥ずかしい、恥ずかしいよ、恥ずかしいよ、すいませんね、気分かって。足は痛いですよ、ここ今痛いの、水の、痛みとかも感じます。もうあと1分ぐらいすると多分もう寝ちゃうかなと思うんですけど、結構強い方ですね。大きくなりますね。
さあ、今終わりまして、こんな感じです。思ったより腫れてないですけど、1週間後ぐらいが一番いいのかな、経過報告としては。手術中の話でいくと、もう記憶完全に失ってるんで、気づいたら終わってたって感じで、麻酔が覚めて30分ぐらい経ってるみたいなんですけど、普通に歩行もできて、若干目がかすむぐらいかな。それ以外は特にどこが痛いとかも全然ないですね。ちょっと打撲系の痛みが左の足の付け根にあるぐらい以上って感じです、本当に。さあ今外に出てきまして、1時間ぐらい手術から経ったんですけど、まあちょっと目が内出血出てきたってことなんですけど、腫れとともに引いていくみたいです。いやしかし沖縄湿度が高すぎて、めっちゃレンズが曇って、なんかぼやけてますね。お疲れ。終わったよ。うん、お疲れ。こんな感じ。あ、意外と腫れてないじゃん。でもまあそうだね、うん、内出血はあるけど、うん、こんなもん。まあとりあえず座りなよありがとうございます。痛みとか大丈夫だった？まあなんか静脈麻酔っていうのかな、それでこう意識がなくなるような感じだったんだけどね、本当に効き目がすごくて、うん、もう意識完全に失った。どんな感じなんそれ？麻酔する前の最後の記憶は、うん、全く麻酔がかかってないで、こう皆さんと話してた状態で、うん、そこからパッて目開けた瞬間にめっちゃうつろな状態で、うん、中野さん終わりましたよって言われた。でもそこの記憶がごっそり抜けてる麻酔をされた記憶もなくなってる。あ、そうなんだ。うん。いやー、結構ね、この後、クールダウン期間終えた後がちょっと楽しみでございます。ということで、今後の経過が気になる方、ぜひチャンネル登録と、グッドボタンよろしくお願いします。ます。それでは、じゃあね。はい、今日が術後初日ですね。だいぶ目の下腫れてるかなって思います。まあ、腫れ1週間ぐらいしたら徐々に引いてくるみたいですね。痛みどうかって言われると、